東京ハイブをご覧の皆様、地獄の底からこんばんは。オーラルヴァンパイアです。私はボーカルを務めておりますエキゾチカで、こちらは重労働担当のレイブマンです。今回私たちは1ヶ月間ですね、アメリカツアーに行ってまいりまして、無事戻ってきました。ただいまー。ということで、東京ハイブさんの方では今回ですね、ライブの方の記事を書いていただきまして、あと UStream の方でも生中継でライブをお伝えしていたんですけれども、そこでは見れなかった裏事情裏の映像の方も東京ハイブさんで見れるようにしておりますので、ぜひ皆さん時間がある方はぜひ見てみてください。そして今お尻触ったでしょ。今ですね、マイスペースの方やツイッターの方やフェイスブックの方でも私たち写真を載せたり記事載せたりしていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではこれからも東京ハイブを楽しんでご覧ください。この寒い中、誘惑に負けてアイスのコーヒーにクリームをトッピングして飲んでるやばい、超寒い、でも美味しい。カオス言葉などいらない、無知を打って土下を刺して、逆らわないから玉込めて、縛りつけて上に乗ってして、いやいやいや、もう好きなうちという会場がですね、本人は怒るかもしれませんが、寝起きをですね、全世界に流してしまおうかと思っております。そっとですね、そっと、そっとですね、何誰？モーニング。もう何？今寝起きでドッキリをですね。もうダメだよ。これ今何時？今夜8時半です。もう暗いの？暗い、暗い、もう真っ暗だよこれ。あー分かったよ、そろそろ起きるよ。っていうか何何ユーストリームでしょ。これもうユーストリームでね、あーっとやだ、レイマンの何の女怒ってますねこれね。なんで今レイマン、ブニャンブニャンっていつも、まあ僕レイマンのことブニャンって呼んでるんですけど、ブニャン、ブニャン起きないの？ブニャン、ブニャン、これバナナがですね、バナナが散乱してますねこれ。バナナ？ブニャンの寝床にバナナが散乱してですね。ブニャンはマジで？後で見に行こう。